友達 TV をご覧の皆さんこんばんは武田邦彦の本当の話4月21日第133回放送です私はアシスタントを務めます倉島桃子ですどうぞよろしくお願いいたしますこの番組は友達 TV からお届けしていますそれでは早速武田邦彦先生をご紹介します先生今回もよろしくお願いいたします まず最初にお知らせがございますえ前回の放送の最後に触れましたこちら高齢者愛国軍のグッズですね、はいはい、これが出来上がってまいりました、はいはい、この小旗と缶バッチ、はい、こちらを制作いたしまして、はい、まあ、ディレクタイファーク勢いで作ってた たくさんありますので、もう作りすぎた、赤はい、青赤じゃする。<laughs> なので売れ残ってしまいますと、<laughs> はい、私たちのこの友達 TV が大変になってしまうということで、<laughs> ぜひとも皆さんに <laughs>、えー、お買い上げいただけたら嬉しいない。貧乏軍団ですけど、ね、<laughs> 軍団、<laughs> そうですね。<laughs> はいということです、えー。概要欄にリンクを貼りますので、ぜひご覧いただければと思います。はい。それでは本編に入ってまいりますけれども、前回はあの二週間の 前に収録したものを放送しましたので時事問題というのがあまりなかったんですけれども今回はたくさん時事問題を取り上げております、はい、どんどん紹介していきたいところですけれどもその前にですね、うんはい、先生にあの統一地方選まだ後半戦があ<ー>あの残っておりますけれども、えー、全国を回られての、えーまあ、手応えといいますか、えー、ご感想などを少しいただければと思ったんですけれども、まあ、国民は政治なんかどうでもいいっていう感じですね簡単にや、うん、はいえー、もちろん興味ある人多いですけどね、はい 多くの人がが、まあえー、変なことが起こと起るんですよねあの日本の政治が好調な時には投票率が高くて、はいえー、政治がダメになってみんなの給料が上がらない時はその時こそ政治が大切なので,そうです、ね、どんどんあの投票率が下がると政治が悪くなるとみんな絶望して投票所に行かないと政治がいい時は期待していくと。はい、ということは逆になってるんですね。うそういうい感じですけど えー、それをどう破れるかというのはぜひとも、はい、あの有権者の方は投票所に足を運びいいただければと思いますそれではそんな中なんですけれども皆さんも、ねえー、センセーショナルなニュースで伝えられましたこちらの内容から今日はスタートです。はい 岸田首相の応援演説会場で爆発物ということで概要です15日午前11時半ごろ和歌山の漁港で岸田首相が応援演説会場を訪れた際男が演説台に向かって筒状のものを投げ込みました筒はまもなく爆発し白い煙が上がりましたが首相は避難して無事でした居合わせた人の中では警察官1人が怪我をしたとのことです 和歌山県警は聴衆の中にいて、取り押さえられた男一人を威力業務妨害容疑で逮捕しました。視聴者の方からのご質問を合わせてご紹介いたします。え、今回の事件はやらせではないかという話題がツイッターなどで言われています。え、クライシスアクターと言われる役者がいたという話もあります。先生はどのようにご覧になりますかという内容。そうですね。えっ、ー、と。この前、あの、安倍首相がね。 はい、去年の参議院議員選挙の途中で、はいえー、選挙運動の途中で、えー、あの暗殺されたという時に、はい、国民の議論が非常に中途半端で、はいえー、変な議論だったので安倍さんが功績がある人かとか、うん、それから野党なんか安倍さんのことを悪口言ったり、うん、そういうことをしてましたね。はい、安倍さんががどどういううういい功績があ,るあったかどうかとかということを別に 我々はその暴力でよって民主主義を壊すということはいけないと思いますね。で、僕はあの時ちょうど選挙戦の中だったんですけど、はい、えっと維新とかなんかがあの選挙運動をまあ半日とか一日とか停止するっていう話が入りまして、はいはい、でどうしますかっていう問い合わせがあったので、うん、いやなんかあったんですかと調べてくれたんですよ。要するに誰かがその暗殺されたとかいうことを問題にすること自体がね。うん 僕は選挙をやる意味を失うから,からもちろん普通にやりますと、はい、そういう事件があったんですかとみんなそういう気持ちでやってくださいということをその時お話ししたんですけどね、はい、ちょっとそれに関する今までのデータをね整理してお話ししますがどうぞ、えー、とまあこれがあの安倍さんがあのあのあの暗殺された時の国葬のです、ね、是非を問うてね、はい、で是非あの国葬に賛成するというのが約3分の1国葬に反対するというのが3分の2あったわけですね。はい この世論っていうのはどういうふうにして形成されたかっていうとその安倍さんが暗殺された民主主義の中で暗殺という行為が許されるかどうかっていう議論はしないで、うん、でその安倍さんの生前の評価がどうかとか、うん、伊藤博文公に対して安倍さんはどうかとかってそういうつまらない議論の方にどん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 行っちゃってそれで相変わらずその国会議員の中で、えー、安倍さんがあのお亡くなりになった後も。 安倍さんを中傷することによって自分たちの地位を上げようというような人たちもまあどんどん増えてですねそれでまあこういう賛成3分の1反対3分の2ということでまあ国葬が行われたこれがまあ今度のえまあ岸田首相を襲おうとした犯人の気持ちにもあったんじゃないかつまり日本人は日本社会っていうのは別にあの暗殺ということは人を殺すということはどうとことないよと。 そのその殺された人がいい人かどうかってことを問題にするんだと、うん、こうなっちゃったわけですよ論点がすり替わっちゃったわけですね、はい、そこのとこが問題であって我々は相手の功績がどうとかいうことじゃなくてとえ殺人犯でも、ね、裁判にかけるんだと要するに殺人犯だから殺人犯は絶対悪いからもう殺していいじゃないかなそんな話はないんだというのが我々が作ってる民主主義とか法治国家っていうものなんですね、はい、ちょっと過去をね振り返りますとね えー、伊藤博美、まあ、明治の元君の首相としては初めの人ですね、はい、それがあのあの殺害されたのは1909年この時には、まああのえー、殺,殺害された場所は満州で殺害した人は朝鮮人だったんですね。はい、でまあ,あのし死に際に伊藤博文も言ったように、えー、自分は朝鮮の独立を支持してきたのに。 バカなことをするやつだっつってあの亡くなりました。あの頃いろいろ日本でも議論があって、まあ複雑口試なんかもそういう意見でしたが、韓、えー、あの朝鮮をね、日本が併合するのは良くないという意見と、それから併合するべきだって意見が拮抗しておりましたね。その時に何を間違ったか、朝鮮を独立し朝鮮は独立した方がいいという主張をしてた伊藤博文ももうをね、独立した方がいいという犯人が あ殺害したたとというそういうううそことになったわけで,す、ね、でまあ,あの今でも朝鮮ではですね殺害した犯人を英雄だと言ってますが今の道徳とかその政治体制で論じることはできませんけどね、えー、とあい悪いことをした人だから自分一人国民の中の一人の判断でその人を殺すと殺していいんだという話はねもう今の世界では少なくとも通じないですよね。 あのどんなに殺人犯であっても、えー、死刑にする時は裁判を経なきゃいけないと、はい、この原理原則を崩しちゃいけないわけですね。はい、で次に原家、まあ、これも立派な首相でしたが1921年に、まあ、これは政治的な意見が違うということで、えー、殺害されましたそれから濱口裕子もですねこれもライオンって言われた、まあ、非常にこう気性の激しいはっきりとした人でしたけどもこれみんな首相ですけどね 日本の首相で今まで暗殺された人が安倍さんを含めて7人もいるんですけどそれでまあその後のですねこの浜口裕子さんまではどちらかというと意見の違いで1921年1931年と10年経ったところで殺害されたんですがそれからの犬養毅ですねこの人は1932年これは五一号事件というまああの日本の軍隊の反乱によって殺されましたそれから続いてまあもっと大きな二二六事件ですね。 これで2人の首相が殺害されましたがだるまと言われて親し,親しまれた高橋小力をですね、はい、大蔵大臣で非常に大きな業績を上げ、まあ、首相でしたけども1936年の226事件で、えー、殺害され斎藤稔1936年この時は斎藤実首相も同時に殺害されたんですねこれはまあ共に軍隊が殺害しておりますけどね、まあ、反乱軍といってもあの時非常に情勢は微妙で えー、その反乱軍が殺したということでもちろん全員が銃殺になりましたけどね反乱軍の方は。だけども根本はですね、えー、自分の意見と違う意見だから、えー、人を殺していいとそこのところがダメだとそれは日本国として許さないということをあはっきりしとかなきゃいけなかったんですね。浜あの斉藤藤の時にはね斉藤があ一回殺さ打打って あの床に倒れた後奥さんがその上にかぶさって私を撃ちなさいと言ったのは有名ですね、まあ、あのそういう事件もありました。で今度の安倍さんの場合ね僕はその非常に考えがまずかったと思うのはね、まあ、こういう日本は痛々しい歴史を背負ってるわけですが、まあ、非常に久しぶりに1936年の226事件の軍事的クデーデターの後ね、まあ、平和な日本が初めて安倍さんの 暗殺とということになったわけですねそれで私はあの時に、まあ、随分言おうかなと思ってなんであんまり言わなかったかちょっと覚えてないんですけども、えー、そ、ね、あの民主主義の中では人には自分と違う意見があるということは前提だからもしも正しい意見というのがあることが分かってれば。 そそれはそれででいいけばいいんですよ別に選挙も必要ないし投票も必必要要なないいし投票わけですねだけどみんなの意見が違うからそのみんなの意見を議論してまあ一応国としては分裂した状態ではいけないから一つの意見でいきましょうっていうのが民主主義だからだったら絶対王朝でもすればいいしナチスみたいに独裁にすればいいし、まあ、いろんな方法はあるけども我々が民主主義と法治国家をやってる限りはね普段からそれに反対するのはいいんですよ。 暗殺するんじゃなくて、私は私の意見が大切あの一番正しいから、私を天皇陛下にするべきだとかそういえばまだ筋が立ってますよ、まだ筋がね。だからそういうことをよく考えてやらなきゃいけないんで、えー、今度のことの議論もですね、えー、何しろその殺害とかこういうことはもうそのその人殺害しようとする人の意見がどんなに正しかろうと間違ってよと。 殺された方がどんなに間違ってるそういうのと全然別次元だということをねそれから我々は戦後非常にこう乱れてきたね1921年ぐらいから1936年ぐらいまで4人の首相が相次いで殺害されたとそれが戦争にも結びついたしいろんな問題が起きたわけですからその点はこのそういう視点でものを言ってもらいたいと思いますねそそうう指揮者のの方方ももれから議員の方もね。 よく考えて発言してほしいと思いますね。はい。はい、続いてはこちらの話題に移ります。はい。え今回の地方選から大田奈良ということで。 内容ですけれども統一地方選挙、武田先生が注目された選挙があるということで、はい、今回、この大分と奈良をピックアップしたんですけれどもまずあの大分県知事選挙は9日に投開票が行われまして、はい、自民党本部と公明党県本部が推薦する前大分市長の佐藤喜一郎氏が27万票余りを獲得え時点におよそ6万9千票の差をつけて初当選しました。え佐藤氏の後任となる大分市長選は元参議院 議員の足立信也氏が初当選しましたが、足立氏以外に立候補の届け出がなく。七十二年ぶりの無投票当選となりました。えー、次に奈良県知事選ですが、こちらも九日に投開票が行われ、新人で。日本維新の会公認の山下誠氏が当選しましたということですね。そうですね。はい、えっと、まあ、あの、大分の方と奈良の方とほぼ同じなんですが。はい、状況はですね、えーまあ。奈良の方のちょっと票の数だけ、をちょっと出しましょうか。 もともとはあの平木さん、はい、まああの普通に考えたらここはですね、えー、自民党の地盤だったんで前には新井さんがですね知事でした、まあ、大体約10万票今度取りましたがこれは自民党の中の派閥の割れですねまあここのところはあの自民党自身と自民党本部との自民党の県連とですね自民党本部の 選挙対策が違ったというかね高市さんが奈良の選挙本部長ですね奈良の県連本部長ですねそれからまあ中央は二階さんとかそういう人が選挙を握っておりますまあそういう点でそこが割れましてね荒井さんが比較的独自の路線を取ったのでえまあ,あの平木さんでいこうということで自民と公明確かですね平木さんをしたと。それでまあ分裂してしまったと。 私なんかはどちらかというと、新井憲政つうのは評価しておりました。私は評価しておりました。うんはい、その隙をついて、まあ。山下さんがですね、維新で出て。それ当選したということなんですね。うん、で、あの。まあ、選挙ですからね、暴力だとか、そういうのはいくらでも、どの国でもあるんですけど。まあ、日本はね。やはり、そういうヨーロッパとか、中国がそういう謀略あるからといって。うん、まあ、日本は、その、この、この、この奈良とか大分はですね。なんで、僕は問題にしたかというと。 要するに選挙っていうのは国国民民ののももななんんでですすすよよが選挙るそれをいつの間にか少しずつ少しずつ小選挙局にしてみたりそれから供託金をすごく高くしたり供託、うん、金は例えば僕が出た参議院議員全国区なんていうのは600万円ですけど、うん、あの先進国で一番供託金の高いのがイギリスの10万円ですからね、うん、まあいかに日本が少しずつ少しずつそういうふうにこう普通の国民が選挙に出にくくなってるか っていうことがわかるわけですね。で、これも、まあ、一つはそうで。要するに、奈良県の知事になるときには、ほとんど自由がないんですよ。うん、要するに、自民党の派閥の中の争いで、勝たなければダメだと。うん、まあ、そうなっちゃったわけですね。え、それは、あの、今度も予想される衆議院議員選挙。うん、これは、まあ、今統一地方選の第二条やってますが。はい、え、それが終わって、しばらく経ったら、解散するだろうと。うん、それで、えっ、ー、とね、岸田さんはね。 タイミングのいいところつまり自民党が票を取れるようなタイミングで、うんえー、来年の秋までには解散しなきゃいけませんから任期の関係ででどこで解散するか決めるだろうっていうのがね普通に公然と話されてるんですよ。うん、でそんなこと僕知らないんですけどなんて言おうもんならねあなたはねよく分かってないなんて政治よく分かってないなんて言われるけどね、うん、政治ってね何のためにやってんの、うん、自民党が勝つために選あの投票日を選んだりしちゃダメなんですよ。うん だって首相っていうのはあれ自民党ではあるけど一応首相自民党は総裁の立場では自民党だけど首相っていうのは国民の代表ですから、はい、だから国民が選挙をしてほしいというタイミングででで解散すすすべきななんんよよ、ね、当たり前ですよそのは国民のもんなんで自民党のもんじゃないんですから、はい、自分が首相になったからねその任務を逸脱して。 その国民のことは無視して自分たちが得するタイミングで解散するなんてバカなもんなんだけどまあマスコミも評論家も学者も全部それを支持してますからそういうのがこういうふうになってこういうふうになったから日本の政府が政治がダメになってダメになったから今度自分の意見が正しいからっつって首相を襲うっていう人になるっていうそういうまあ全体のリンクなんでまあ皆さんがその政治家がそうでもいいけど我々国民はねやっぱりもう一回目を覚まして民主主義とは何かと。 いうことを考えたいと思いますね。本当にしらけてしまうようなそのムードが非常に残念なところですよね。そうそうでは続いての話題は世界の動きということになります。はい、はい。サウジとイランの外相北京で会談、大使館再開で合意ということの内容です。サウジアラビアとイランの外務大臣が6日北京で会談し、国交を再開する上で互いの国の大使館と領事館を再開する合意に署名しました。 サウジイランの両国は先月中国の仲介で国交の正常化について合意していましたという内容です。そうですね。ねこれはあのこのね「とも TV」が主催していただいている未来塾というね、はい、塾があるんですけど、はい、これでこの前、えー、お話をしました。はい だけどもうあの、桃子さんの人気ばっかで。いやいやいや、でもみんなは桃子さんに注目してて、こはえー、僕これ話しても誰も聞いてないから。そんなことないですよ。もう一回取り上げようっつって、ね。<laughs> 珍獣をね、見に来た、来たって。なんか猛獣ぶりは分かったみたいですね。猛獣ですか。だ <laughs> から誰かが猛獣とか言ってました、ね。そうですか。はい。<laughs> 随分体ちっちゃいけど、猛獣なのねって。<laughs> あ、そうなんです。よくわかりました。はい。ところで。 こののサウジとイラン外外交外相がね手を握った、はい、これはねサウジとイランの外相って書いてありますあ北京で会談って書いてありますけど、はい、問題なのはサウジとイランが国交を回復したってことなんですね。うん、国交を回復したってことはもうものすごいビッグニュースで、はい、特に日本人にとっては日本国にとってはもう本当にねもうウクライナ戦争とか、うん、クライムはなんないぐらいこっちがものすごく大きな影響を及ぼすし、はい、国益としても日本の国益としても大きいし。うん それから個人としても大きいっていうねすごい大きいニュースなんですよ、はい、でこれがね日本のマスコミとかそういうのに流れあんまり流れなかったっていうことは何を意味してるかって言ったら、うんはい、今の日本日本とか日本のマスコミとか政治とかがね、うん、なんかね僕の感じだと重要なニュースが見えないっていう感じなんですよ、うん、まあ嘘をつきついてきたからかもしれないですよだからその大分県の知事の話なんかどんどん出てきて、はい それで、まああのね、安倍さんの首相の、ね、狙撃はそれは問題だから出てきていいですけどこれはもう全然暗いものな,ないぐらい大きいんでねそれをちょっとお話したいと思いますね、はい、次お願いします。これがあの、ね、北京で北京の外相中国の外務大臣とサウジアラビアの皇太子とそれから向こうはイランの外務大臣ですね、はい、これがまあ手を握って国交を回復したと。 それでこれは次になんか図があったかな、ない？あありますかこれですかあまあこれでもいいですね。要するにね今あの写真に戻してもらうとね、これは真ん中に立つべき人は、うん、本当はね林外務大臣な日本の。はい、っていうのはねどうしてかって言いますとね、うん、今まで中華思想と言って、うん、中国がアジアの中心だって言ってきました。はい、しかし中国っていう国は今まで歴史上2000年間にわたって アアジアの中心にいいたことがないんです、うん、自分の国だけなんです、はい、自分の国が外国に攻めて取ると、うん、まあ今の現状でもそうで、はい、中国はチベットとウイグルと南モンゴルとそれから満州を取ってベトナムに1978年攻めて北朝鮮に入ってというようなことをずっとやって今度台湾を取るかどうかっつってね要するにアジアの盟主といえば中華思想ならばアジアの国が栄えてみんなが栄えることをやらなきゃいけない親父だからね。 それが他中国っていう国はね今までアジアジの国としか戦わなこれで白人はね強いからね全部逃げて回るんですよ。一回アヘン戦争で1840 18年戦ってひどい目にあってねコリコリしてねもう全部白人として行動したんですね。うん、でアジアのこれ私が日本を肩を入れすんじゃなくて事実として、えー、日本だけがねアジアの名主として アアジのの人日本はね白人としか戦ってないんですね日露戦争でロシアと戦い第一次世界大戦の時はドイツ第二次世界大戦の時はアメリカイギリスオ,オーストラリアあ違う違うオランダそれに白人側に願いえたから仕方なく戦ったのが中国ですね。うん、ですから日本人というのは、えー、よくねあの高校のねあの歴史の先生なんかは。 自分の身が危ないからそういうふうに言ってるんでしょうけど僕はやっぱり先生っていうのは身を落として日本の子どもを守ってほしいけども、まあ、実際はねあの日本がアジアの国を侵略したと教えてるんですねこの前の。はい、全然そんなことなくてあの頃アジアの国ってなかったわけですからねフィリピンはアメリカでインドネシアはオランダでその他の国はほとんどはイギリスだったわけですよ。ですからそれだから日本が戦った後アジアの国は独立したわけですね。 でだから中国っていう国は歴史的にもあのもうアジアの国には信用がないんですよ <laughs> みんな中国を警戒してるわけです日本を歓迎して中国をあの警戒してるってことはどういうことかって言ったら日本の学校の教育が間違っててアジア人は日本は真日なんですよそれで反中なんですよねそれは賢中ってうかな嫌いなんで中国。何でかって中国人と油断したら攻めてくるからしかし日本人は まあ人もいいし我々を応援してくれるからっていうんでまあオランダなんかとかトルコなんかは、まあ、それは有名ですけど小学校で日本,日本が我々を助けたんだっていう教育をしてるわけですから、まあ、日本が教育してるのと日本がいじめたという国が日本をあの素晴らしいって言ってるのと逆になってるね。でね今でも中東もねものすごく親日なんです。うん イラ,ンイランとはそのイランはアメリカと今あの、まあ、争ってるような状態ですから日本が親米ですから政策が親米ですから本来はイランは日本を憎むはずなのに長い歴史があ,あるのであのイランは日本をまだ今は侵にしたんですもちろんサウジアラビアは侵にしたんですよトルコはもう超侵にしたんですエジプトもそうなんです。だから中東ののの平和というのはアジアジして 日本が調停するべきなんです、うんえ。あのトランプ大統領の時はトランプがあの調停しましたね。はいえー、だけども日本日本はあの頃安倍さんだったからまだできたかもしれませんが、うん、今の岸田さんとかまして林さんではね、どうにもならないということなんですね。それで次の図をお願いします。えーとね、まあ、元々は何が左念になってるかって皆さんもちろんご存知の通り、イスラエルがこのパレスチナっていうところに 2000年ぶりに入ってきたわけですね国連決議によるんですけどその時のイスラエル住んでる人はこの辺の青いところちょっとなんですねこのくらいはま土地をあげますからパレスチナと仲良く暮らしていってくださいと言ったら、まあ、パレスチナにあのイスラここに住んでるパレスチナに住んでるアラブ人というのはもうのんびりと牧畜かなんかやってたわけですからたちまちにイスラエルが1時から第6次の中東戦争をやってですね次々とイスラエルを取っていって。 どどんどん取って,いって1948年にはもうほとんどパレスチナが一部だったこれでもここはパレスチナでまだ良かったんですけどもう今やパレスチナのところも点々点になっちゃった、まあ、こういうになっちゃったわけですね。これ全部力でこう来ましたねですからまあアラブとイスラエルっていうのは非常に不幸なことに、まあ、あの2,000年前にねイスラエルが滅ぼされたと。 普通だったらほぼ滅ぼされて100年も経ったらその国なくなっちゃうんですけどユダヤ人が非常にアイデンティティっていうかね独立性が強かったのでそれが2,000年間ぐらい各地に分散して、えー、まあ残ってたわけですねそれでどうしても祖国を作んなきゃいけないところでユダヤ人がね各世界の各地にずっと散らばったんですけどユダヤ人のユダヤ人っていうのははから見てもユダヤ人ってわかるんですよ。顔つきがわかんなくても、 行動とか職業とかでわかるんですよえっ、ー、と世界に散らばったユダヤ人がその民族と行った先の民族と同化してしまったのはね日本だけなんですんえ日本のユダヤ人結構多いんですよしかし全然わかんないんです日本人の全くわかんないんですここでもしかしたら差別は意地悪されたりするかもしれないから苗字は言いませんがユダヤ人の苗字って固定してるんです日本語ですよもちろん竹田とかそういう名前なんですけど あの固定されてるんでねそれを知ればこの人はユダヤ,ユダヤの祖先であるとてことは分かるけど全く分かりませんももうあのユダヤの風習ななくなってますねだから日本っていうのは独特で、まあ、日本列島に住む人はみんな同じ人間だっていうんで差別もしない奴隷も作らない外国人としての取り扱いもしないっていう特徴があるんで、えー、まあ日本だけはそうなってますけどね。でそれが根になってですね結局どういう状態になってるかって言ったらもちろん アメリカがイスラエルの後ろ盾ですからでかつてトランプ大統領の時にはイスラエルとサウジアラビアイスラエルとシリアだったかく何箇所かあのイエメンなんかもそうですけど同盟っていうかね融和させたんですね。ですからその時はアメリカイスラエルこのサウジアラビアやや左右右系統の国がイスラエルアメリカ サウジアアラビアってのは、まあ、結託してたわけですねそれに対してちょっと左寄りの、まあ、シリアとかイランとか、まあ、その他の国ですねややシーア派的な国ですけどねそれからそれを後ろ盾するのがロシアということでまあアラブの中でもイランとサウジアラビアはそれぞれの陣営の頭目だったからだからこれがものすすごくいがみいわたけですよ一時はイランのドローンがサウジアラビアの声油所を爆破したりしましたね。 だその頃はもう悪だったんですところがこのねサウジアラビアのこの皇太子っていうのはものすごく優秀なんで、まあ、そういうのを乗り越えてやっていける感じがありますね。今現在イエメンでサウジアラビアとイランのそれぞれの支援を受けた内乱が行っておりまして、ね、これが代ああ理戦争みたいになってるわけですね。ですからいつ,いつイスラエルサウジアラビア連合軍と イランが戦争になるかっていうことをみんな注目してたわけです今でもあのイスラエルは結構ヨルダンを爆撃したりしてますけどね、うん、あの今日なんかでも爆撃してます、はい、だからそういう情勢だったところこの一番の頭目同士がこ,こを回復しちゃったから、うん、<laughs> あれどうしたのっていう感じなんですねだから今度のことはものすごく大きいんですなんで日本に関係があるかって言ったらまずもしもその林外務大臣なんか全然そういう力ありませんが えとまあ、一国の外務大臣がねハニートラップで中国を訪問したなんて言われるようじゃね事実かどうか分かりませんがそれを正面から否定できないようなねう話にならないんですけどもしもこのイランとサウジアラビアの国交回復後日本が仲立ちしたらもちろん日本が仲立ちする方がサウジアラビアもイランも合意はしやすいんですよ。でもしもそれをあのさっきの写真の真ん中が林外務大臣だったらね、うん もう石油はまず間違いなく中東からきっちり来ます。だからそれもロシアもですね。まあちょっとこの前の国連で国連会議でちょっと日本失敗しましたけど、まあもしウクライナ戦争がある程度収まったらね、えー、ロシアロシアってのは日本の隣国ですからね。ですから隣の国としてのおまあ,あのロシアもね、えー、応援してくれる形になる可能性もある。だ日本はエネルギーに不安を持っている人多いんですけど。 外交は全然エネルギーと関係なく、わざわざこういう機会を逸するっていうね、逆の方向行ってるんですよ。まあロシアのあのウクライナの侵入もそうですけどね。あの日本の場合はウクライナとロシアの戦いというのはまあいい悪いを言えばトントンなんですよ。僕はまあウクライナが悪いと思ってるけど人によっちゃロシアが悪いって人もいてトントンなんですよ。トンどっちが悪いかわからないトントンの。 戦争が起こった時にやっぱり日本はね我々の子供たちの利害のためにねいやいや道徳的にどっちかがすごく悪ければ別に損得考えずに正義をその支持していいですよだけど全く同じなのにわわざわざ自分たちの損にになるる方にを切る人ないんですよだからねそ,のそれだから日本のエネルギーというのはこれで大きく損しましたし日本の国防という点でも今例えば中国とか。 ロシアアとか心配でであれればばラブを調整できればね日本が日本はやっぱり経済大国でもあるし技術も大国だからさすがねあの日本だということになって日本もイギリスとかフランスと同じぐらいの外交的地位を取ることができるわけですよ。だけど今のね日本政府なんか全然ダメです僕は安倍さんをすごく買ってたのはやっぱり日本の首相で初めてね えー、日本国の実力に沿った外交の姿勢を取りましたよ。まあ一番典型的なのは G7 かなんかでトランプ大統領とメルケルのド,ドイツ首相が議論しているときに、まあ安倍さんが仲裁に入ったような形でね議論ができる。ああいうことはね今の首相ではできませんでした。その点でねあの安倍さんは良かったんですけども今のね岸田さんとか林が私何のためにいるのかなと。 これも大きな失敗です日本としては、うん、えこの失敗をだからもう一つはねこれに国民がね関心を示さないっていうことです、はい、示さないのは当然でそういう背景の放送が普段ないからうか、ねうん、だからね背景の放送がないもんだから国民は分かんなくて、うん、いやサウジとイランがな何言ってんのっててんんのこういうい感じなんですよ、うん、だからそこのところをねやっぱり日本としてはしっかりやらないとそれで、ね、なんか口を開けばね武田先生のこと言ってるけど今の世界は ああ全てのことが連携されてるからなんて言ってるのにねその連携されてるからって言ってる人がねこうやって感度が鈍いんですよ。うんまあ、ということです、まあ、皆さんにはぜひね、はい、本当の話をお聞きの人は、うん、この話はそういう話だった大きな魚逃しちゃった、うん、だけどこれからももっと積極的にあのアラブには我々は介入しなきゃダメなんですよ入っていかないと、はい、え便宜も図んなきゃいけないんです。るなら アラブに援助するのが一番いいですね。はい。はい。続いてはこちらの話題です。はい。トランプ指揮所ということで概要です。 トランプ前大統領がアメリカの大統領経験者として初めて刑事事件で正式起訴されました4日に公開された起訴状にはトランプ氏が2016年大統領選期間中自分に不利な情報を有権者から隠す犯罪行為を隠蔽するため繰り返し詐欺的にビジネス記録を改ざんしたとしていますトランプ氏は4日の法廷で全ての罪状を否認しましたという内容ですそうですね まあ、あのトランプ前大統領が起訴されたと起訴された内容はお金を人に渡したわけですが、はい、そのお金を渡したことは違,反違法じゃないんですねこの事件の非常に問題はお金を渡すことは合法でありかつもう時効も過ぎちゃってることなんですけどその渡したお金を例えば1,000万渡したとその1,000万を渡したやつの帳面を記載するときにそれをトランプ大統領のビジネス,記録ビジネスの目的で あの支払ったという記録をつけたということですね。だからまあ、えー、お金の記載間違いかどうかは、それはあのトランプ大統領がこれから釈明するわけですけども、まあ、目的外使用ということで帳簿の付け間違いですね。うん、この帳簿の付け間違いってのはまあ軽犯罪法程度だそうなんですね。うん、まあ犯罪といえば犯罪だけど、はい、まああのお金のお金をかそのある人に渡したってことを隠したわけじゃなくて。うん A という帳簿に書くべきところ B のっていう帳簿に書いてたっていうだけのことなんで脱税にもも関関係係なないいし何も関係ないですねだけどこれを上げた起訴したってことがね、うん、え民主党があの来年の大統領選挙もうそろそろ始まりますから、はい、各陣営が候補者が名を上げてる時ですその時に起訴するっていうことはもう日本あのアメリカの民主主義っていうのは完全にもう機能しなくなったってことですねやったのはちょっと次の。今言われてるのはね トランプ大統領ぐらい大物をこれ非常に議論があったんですよ、はい、トランプ大統領をもし逮捕するとするとうん、うん、逮捕するときに行って同行を求めるのか手帳をするのか、はい、ね、それから認否を取るのかあなたはトランプですかって認否を取るのかあそれから写真を撮るのかでそれはもう検察の方でも随分検討したんですよなんでかっておかしいでしょうん、うん、それ大統領なのにそういうことしていいのかなというのがあってね <laughs> それでだいぶそれまだどういう結論になったか公表されておりませんけどねでその,うあの黒幕がこのソロスっていう大金持ちの投資家ですね。うんえー、この今度逮捕され逮捕トランプを起訴した検事っていうのが、えー、ソロスがの配下な、ね、の人なんですね。ですから昔からら昔ソロスは 自分の商売にトランプが邪魔になるからっつって排斥しようとして、うん、まあそういう団体も作ったりなんかしてる人なので、はい、まあ敵方ですね。うん、その人が任命したっていうかその人が金を出して検事の職に就かせた検事がトランプの起をやったんですね。はい、それからバイデン大統領がね、まあ、後ろ盾になってるはずなんですがちょっとどうかなっていうのがアメリカの感想なんですよ。 ちょっととそこまででは頭が今もう回らないんじゃないいじゃかとで後ろに立ってんのがこの人じゃないかという話でねう、はい、そうするとアメリカの政治というのが全部黒幕でだから僕はあの普段からあのディープステートとかあんまり言わないようにしてる必ずディープステートのやることが表に出る表に出た時に問題にしたらいいらこれはもうまさにね表に出たわけですね。つまりその オバマ大統領元の大統領とかソロスさんなんかどっちかっていうとグローバリゼーションの人でね、えー、世界は一つであるせあの選挙なんかする必要ないあの国なんていうのはない裁判もいらないと自分たちのお金の順序で決めればいいっていうことですねあのだから G7 とかそういうのも全部国連とは関係ないでしょそれからダボス会議なんていうのも一体誰がやってるのか分かんないでしょ。そういういものをどんどんんやって 世界中から選挙権を今取り上げてててるる状態でですよ言ってみればね、うん、そこで決めてるとだから別に彼らにとってみれば選挙権は非常に低く見てお金での実力でやればいいんだからっていうことで、まあ、そういう流れなんですねですからまあ人間は正しいか間違ってるかっていうのはもう別にその人が考えることですからだからいや民主主義なの投票なんでただ形だけやってるだけだよと裏で金でやればいいんだよというのが出てきたってことですね。次はどれありますか、うん これがまた大きな問題で今はもうワンワンやってますけどアメリカで2021年の1月6日、えー、っとトランプ大統領がバイデンに負けてそしてまだ大統領だった時代です、はい、それであの皆さん議事堂に文句に行きましょうってトランプが言ったからそれでこの1月6日の議事堂襲,襲撃事件が起こったとあのアメリカ人は非常に議事堂を大切にするって言いますけど私この隣にね カイアトリ全市のホテルがあって一回泊まって窓を開けたらカーテンを開けたら目の前にこの議事堂があったんですよ。うん、やっぱ大阪でしたよ建物もも雰雰囲囲気気そうういあるんでですけどねそれでこの事件は一体本当にボートと言われる人が勝手に議事堂に入ったかどうか最初から疑問だったけどどうしちかっとこのとボートと言われる人は暴力振るったわけじゃなくてドアも開いてて警備員もいて。 これでああなんかかんあの建物的ななつで入ったと中に入っても機材を壊したわけじゃないそのままズロズロと出てきたまあ小野堀さんが、うん、そういう感じだったから一、うん、月6日委員会というのができて会員にね会員議長が議長になってやったんですがこれがまあ院地基で何もやらなかったんですよそれで最近になってあのこうこういった写真がこれ動画ですからいっぱい出てきたんですね、はいはい、これはあの侵入する前の日かなんかなんですねその日に前の日かなんかに これが侵入した守望者で、はい、えーなんかバッファローのこの怪我をきてるでね。これがねずっとこのこのけ警備警察に案内されて、みんなをこう入れていくんだっていうルートに沿ってこう動いてるわけです。でここに警備の警察が全部いるわけ。ということは警察とグルだったと。まあ、うん、いうことはまずはまず間違いない。そ,うね、そこまではまず間違いない。うん、それであの政治的にはね。 トランプが呼びかけるからそれはあいちょうどいいチャンスだとで入れればねボートに見えるじゃないかということでやってトランプを追い落としに使ったというのがポイントですね。で我々は、ね、いつも言ってるんですけど我々はこれについて我々のこの正義感に合わせてねおかしいじゃないかというんじゃなくて僕の解釈はですねそれを理解するのが一番日本人としては重要で。うん もうあの正義,な正義は行われないんだとこの前ね LGBT の関係でね LGBT の人が、えー、アメリカの、えー、と小学校を襲ってね4人の子供を殺しましまたよ、うん、あれなんかもねえー、っと何てゅうかな LGBT になんか変なこと言う人は「殺してしまえ」ってなっちゃったんですよ、うん、この頃は。はいえー マーダーっつっててまますすよ虐殺ね、はい、要するにそのこの前何かどっか見てたらあのその、ね、マーダーっつってました。うん、っていうことは LGBT の人はですよ。はい、っていうことはどういうとこだったらもう暴力的にこ LGBT に反対する人はもうな LGBT に反対じゃなくて LGBT の人権を軽視する人はもう殺せと、うん、そういうようなこともねアメリカで始まってるわけですよ。うん、非常にアメリカの道徳が 元から落ちてるけどもさらに落ちたということで、それを我々は考えなきゃいけないと思いますね。はい。では続いての話題に移りますか。はい。はい、続いてはこちらです。はい、バイデン氏2024年大統領選出馬表明へということで概要です。はいはい バイデン大統領は十四日、二千二十四年大統領選への再選出馬について、えその計算は終えた、比較的近くに表明すると立候補をすでに決断したことを明らかにしましたということです、えー。あのバイデン大統領ってポンコツでね、ひどいことばっかりしてアメリカはも恐らくダメにして <laughs> ポンコツが連発してる、ね、ところがね、バイデン大統領もいいことはしてくれるんですよ。<laughs> うんうん、なんでかって僕と同じ歳、ねはい、でね。でねあの普通だったら僕がなんか。 参議,院議員選挙出るとか言ったらね多分ねなんだあの追いぼれはとか言ってくるのがいっぱいいるのにね、うんはい、言わないそれは言わないのはねいやバイデンと同じだけどだアメリカ大統領はよくてなんか地方議員はダメだなとか言われるとねい、ねえー、かんからねで言わないのだからバイデンにもいいところはある <laughs> <laughs>、はい、次お願いしあそれでねバイデンの立候補は別にもう何の何のこともないまあ オバマさんんんかかながあなた出てててよとと言ってやっやだと思いますねそれから具体的にもしかしてバイ,ンバイデン大統領として大統領選挙に出る価値があるのはね、うん、息子がものすごく悪いことしてるから、うん、息子の逮捕を逃れるためにもね少しの間時効になる間は大統領になっていたいという気持ちがあるんじゃないかと思いますけどね、うん、ところでこのロバート・ケネディ・ジュニア、はい、この人ですけどね、はい、この人があの今度大統領選挙に立つってことに 声明しましたね。はい、えっと、まあ、二つ見方あると思いますよ。<laughs> ロバートケンニンジュニアっていう人は、だいたい環境政策なんかをやっとられて、弁護士ですね。はい、それで、あの、まあ、どっちかったら、まあ、一言で言えば偏人です。えー、比較的偏人ですね。変わったことばっかり言ってるんですよ。だから、僕なんかもう、ちょっと言ってることが的を外れてるなと。今まではずっと思っております。えー、しかし、やっぱりケネディ家ですからね。はい しかも暗殺だったロバート・ケネディの子供だったかな、うん、なんかですからねやっぱりアメリカ人に答えるるところあるんですよ、うん、響くところはね、はい、ですからこれが民主党なんですねところがこのロバート・ケネディ・ジュニアっていうのは昔の民主党つまり昔の民主党とはジョン・フ・ケネディとかそういったものの系統の民主党の考え方民主党には2系列あってですねい、まあ、わばあの共産主義みたいなコオロギを食べろとか そういうい民主党の人とそれからまあ普通のリベラルっていうか、まあ、言ってみればやや社会主義的な見方をする、まあ、ロバートあ違うジョン・ F ・ケネディみたいな流れと2つあるんですけど最近ではもう非常にこのなんていうんですかね極左っていうかね変な昆虫食べろみたいな人ばっかになっちゃったんですけどそれに反対してるです。ですからトト・ランプ大統領もこのこのこのロバートケネディ・ジュニアを 共,共和党陣営の中でなんか委員長かなんかに頼んんだこともあるんですよんそのくらいこう,もうロバート・ケネディ・ジュニアの考えというのは今の共,共和党みたいな考えなんですね、うん、だ今度は非常に複雑ですけどね、うん、まあ皆さんもこれからあの1年半ぐらいかけて大統領の予備選挙っていうますかね運動がずっと行われますからアメリカの大統領選挙が1年半ぐらい国内でやるっていうのは非常にいいことで。うん 大統領の重責をねやっぱり担うことができる人材を選ぶにはやっぱり1年半ぐらいやるとねどん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 こういろんな点が出てきますからだからまあやや正しい人がねあの出てくるってことになりますねということで非常に注目してくださいでは続いての話題はこちらですフィンランド NATO に加盟ウクライナは将来的に加盟との立場ということの内容です フィンランドが4日、NATO の31番目の加盟国になりました。また、NATO 事務総長は5日、ウクライナは将来的に NATO に加盟するというのが NATO の立場だと述べました。 NATO 事務総長は記者団に対しウクライナが NATO に加盟するには同国が独立しておりかつ民主主義国家である必要があるが現在はロシアによる侵攻でこの双方が挑戦されているとし戦争終結後にウクライナ軍と NATO の最高レベルの相互運用性を確保する必要があると述べました。えそうですね次の写真年に ソ連が崩壊しましまた、はい、で崩壊する,する前の NATO っついうのはこの青いところですからちょうどドイツ東ドイツと西ドイツの間を通って、まあ、スイスは永世中立国ですユーゴスラビアはちょっと違,違いますのでこれまでギリシャまでねこの線が NATO でこっちは全部ワルシャワ条約機構です。でワルシャワ条約機構としてはワルシャワ条約機構と NATO が北大西洋条約機構2つの条約機構が 意見は違うけど対立してるので、このところですの協会があったわけですね。でこれを解散するときのアメリカは絶対に NATO は東に行きませんとこう約束しましてね。それが今まあここまで来たわけですね。今度フィンランド入りました。はい、それから北欧三国があって、でポーランドがあってですねハンガリーがあってここまでですね。ですからある意味ではもうどん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 んこっち来たわけですね。はい、NATO っていうのはあのこれお気になってる方に言わなきゃいけないのは NATO っていうのは北大西洋条約機構で 自由国家を守るとなってるけど、これはもう全然ただ言い訳だけで言い訳っていうか名目だけで古い武器の消費組織なんですよ。ですから NATO は全然関係ないところも戦ってます。例えばあの一番典型的なのはあ,あのアフガニスタン戦争。うん、あれ NATO 行ったんですよ。あんなところ NATO に関係ないですよ。だから日本も NATO に参加するかどうか検討しますが、えー、国のねトップの方はね NATO って具合がいいんですよ。 なとに頼んでいたらね、どっかで紛争起こしてくれる。んですよ、うん、それからリビアとか、そこもそうですね、モロッコとか、アスクラもそうですし。はい、今度のウクライナもそうですけど。ジョージア、あ昔の、あの、なんつかな、あの。ロシアの南の方のね。グル,グ,ルねグルジア。グルジア。グルジアもそうですけども、ああいうところで、時々ポカポカっとね。うん、紛争起こしてくれるんですよ。うん、紛争を起こすたびに。自国の兵士の血は流さずに。あ、はい、あ、アイエスもなといきましたかね。あの、だから。要するに。 えー、自国の若者の血を流さずに古いいいい武器だけを処理しててくれるっていうのは、はい、実にいいんですよ、うん、それで相手が悪い相手が悪いっていうことを今度のみたいにどん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 吹いて、はい、それで国際世論を作って例えばリ,リビアだったらア,アサド大統領が悪いアサド大統領が悪いっつってアサド大統領の威張ってる写真ばっかり出して、うん、そしてそこを NATO の,あの戦闘機が行ってあのアサドを殺しましたけど。 あれはああんまりあっさり殺しすぎたけどそういうふうなことを泥それがまあ一連のオレンジ革命とかいうのは全部そうですけどねそうしますとね西側の首脳部にとっては NATO ってものすごく多い,いんですよ。うん、今度はもうウクライナ戦争が全くその通りですね血を流してるのはウクライナ兵士であってそれであの古い武器を売ってるのが売って消耗してるのが連合国がっていうかあの、ね、NATO 側ですよ。はい、そうすると 軍事費を新しくやって、武器をリニューアルするって難しいでしょ増税しなきゃならないから。はい、ところが、まあ、ウクライナのためにつったら、みんなもそうかなと思って、今度みたいになるでしょ、はい、そうすると、あの、く、国の武器はリニューアルできるんですよ。武器っていうのはね、やっぱりね、三十年に一遍ぐらいリニューアルしないとね。はい、できないんですよ。今、ロシアが一生懸命やってるのは、第二次世界大戦時代から残ってる戦車の中の。エンジン変えたり。うんうん それから電子系を変えたりしてが何か今度 800, 800台ぐらいはなんか外に出ていくらしいんですけど、うん、まあそういうことしなきゃいけない金もいるでしょだからそういう名目としては NATO は非常に役に立つんですね。うん、でまあ,あの国際政治っていうのはここ聞いておられるあの皆さんぜひね覚えてほしいのは正義なんかで動いてないんですよ、うん、全然国際政治が正義で動いてないのないの。正義のレッテルは必要だから レッテルを貼るのに、ナットを使ってるだけですね。大義名分。はい、ただ、大義名分に応じる今度は、国側の必要性があるんです。うん、このフィンランドが一番そうですけどね。はい、フィンランドは第一、第二世界大戦、こうナチスがこの時、その時きたんですけど。うん、ナチスが、ナチスとソ連は、あの時に。あの、ドイツとソ連の不可侵条約を結んでました。それで、ロシアはフィンランドを攻めて、フィンランドのこれ、切り取っちゃったわけですね。はい その恨みを晴らす必要があるんですよ。ちょっとそういう恨みを晴らすのにはまた NATO が役立つわけですね。だからそのまあ国との国の関係だから建前とかいろいろ歴史的な恨みだとかそのいろいろあってですね難しいわけですね。うん、もう少し図あったかなこれ。あそうそう。ところで関連でちょっとご説明しますとね。そのこの図が一番重要ですね。一つはねこれ。 わあ結構見えますね画面で綺麗に見えますねここがですねもともとウクライナとロシアってのは一緒の国なんですよキエフルーシっていう国公国っていう公って書いてあるねだけどもう一つ面倒くさいのはねその頃ちょうどこれ9世紀から13世紀って書いてたでしょ。はい 十三世紀って書いてあるのはここからモンゴルが来て全滅しちゃったからだからそれで終わりですけどその前に十世紀ぐらいからこれの,の国が強くなっていわゆるバイキングですバイキングはイギリスとかアメリカの方に行ったと考えられる、まあ、そ,それが主力ですけど、はい、こっちに来てるんですねここも近いからほら海で、はい、でここら辺をこうその頃バイキングが占領したんですですからここの民族はその後今度 あのモンゴルが来てますからねもともとのロシア民族とバイキングの民族とそれからああの何アジア人が混ざってね、うん、できたわけです。よ、はい、それはこのところにバルト三国っつってちっちゃいこの,このくらいね今,今このくらいのリトアニアがねあのこれはねポーランド・リトアニアって書いてありますけども。 そのリトアニアはだからもうリトアニアってちっちゃい国だなと思うて全然違うんですよこれキリスト教でもないしね、えー、と途中でキリスト教に改修はしてますがもともとはキリスト教じゃないんですこのバイキングからの流れだからうん、うん、それでねだからここの地域っていうのはもともとロシア人がいて、えー、とバイキングがいてそれでモーゴルが来てその後リトアニアが力つけてその後現在の ですからここら辺の民族感情とかあ住むところが例えばこのウクライナの東の3州は、まあ、ロシア人が多いんですけど、うん、なんちゅうのかなまあなんか日本で言えば鹿児島の人と比喩にはなんか熊本には比喩人がいるとかねそのくらいの感じなんですよ。だから難しいですね。だからそれはねあのまあよくこの 特にあのバイキングなんか来たとかねリトアニアが大きな国だったなんていうのは皆さん知らないんだけどやっぱりあの我々ねこう歴史をよく調べないでカッてくる人がいるんですよ。ロシアが悪いプーチンはなんだっつってるけどねやっぱりそれはね背景があるんですよだって日本だってねなんか僕は昔萩,萩市ねあの長山口県のあそこといろいろ文化交流なんかやってる時ねちょうどそのさなかにね会津藩とね それからあのにその山口県のね手打ち式があったんですよ年ぶり会津藩はあれ幕軍でしょ江戸幕府それでこっちは長州でしょ戦ったわけですよ。それ以来もう犬猿の中だったけどもうこの際260年経ったからもっと経ってますわね260年のところは360年経ったのかな。 それで,、ま、あのそれでおおものすごい大々的なね祭りやっててちょうど僕その頃ハ萩にしょっちゅう言ってた野村さんっていうのは市長だったけどやってましたよだからまあ,あの人間っのは200年300年の歴史を背負ってるんでねんそれをやっぱり外から見る時はやっぱりそのねあのルーシールーシーの時代キエフルーシーの時代バイキングの時代ね、はい、それからボンゴロが来てそれで。 あの何あのリトアニアの時代があって今度そうなったと、うん、そのところがこう走馬灯のように自分の頭の中で動いてウクライナの情勢を見ないといけないですね。うん、えそういういことなんでは続いてはこちらの話題です。はい ベラルーシロシア戦術核の指名表明ですね。はい。ベラルーシは先月二十八日 NATO、NATO 加盟軍の軍備増強など。長年にわたる欧米諸国の圧力への対応として。ロシア戦術核の配備を受け入れると表明しました。ベラルーシが戦術核を管理することはないため。核拡散防止条約に違反しないとしています。実現すれば、千九百九十一年のソ連崩壊以来。初めてロシア国外に。 核兵器を配備することに。そうですね。はい、えっと、まあ、この、これがベラ、あ、ベロラ氏が、ベラルーシがね、はいベル。ベラルーシが、こういう態度に出たのは、ほとんど民族がみんな一緒なんで。うん、だから、こういうことになるんですけど。うんはい、えっとですね、戦術核っていうのはね。これは核兵器なんです。うん、つまり、戦術核っていうのは、あの、普通の人は殺しません。はい、広島、長崎みたいなことはしません。うん それを戦術核と普通言うんですね。軍隊に向かって撃つ。うん、だからお互いに軍隊で武装してますから、うんはい、これは兵器なんです。兵器で戦略核っていうのがありますね。はい、戦略核、はい。これも核兵器と呼んでますけど、こっちは兵器と呼んじゃいけないんですね。うん、これは虐殺用武器ですね。はい、つまり広島に落とせば広島全体が死んでしまうわけで、ほとんどが市民が死んでしまうわけですから、はい、これは虐殺虐殺武器だから、うん、やっぱり特にあの平和を 主張したり核兵器反対をしている人はよっぽど用語に注意してほしいんですよ要するにあの虐殺するものはそれはいけないだけど兵器がいけないかどうかは難しいで今ね生物兵器とか、うん、それから化学兵器ってのは禁止になってるのは、うんはい、生物兵器も化学兵器も虐殺兵器ってなっちゃうからなんですよですね,ね、はい、ガスを撒くと、うん、毒ガスを待つったらそこら辺にいる女の子死んじゃうと、はい、だから禁止なる それからあのもちろん化学兵器生物兵器なたてもっとそうですよね、はい、なんかウイルスをまくとか,くとかで核兵器も戦略核っていうのはだから本当は使っちゃいけないんですよもともとだけどまあ今は国際的な力の中でやってるんですだから僕はあの日本の核武装で抑止力もないからちょっと抑止力日本が核兵器持った時に抑止力がないという説明は非常に難しいんでまた今度機会があった時しますが。はい 核兵器を持つ必要があるってのは抑止力に効くから使うんじゃないけど抑止力にく効くからって言うけど、うん、僕はまあ抑止力に効かないと思ってるんですね、はい、攻撃しか意味がないと思ってるんですが、うん、えっとそこのところはねやっぱり核の反対とかやっても全然意味がないんですよ、うん、戦争反対と一緒なんですよ戦争反対っていうのはもう世界ではもうないんですよもう戦争っていうのは人間にくっついてるからもうダメだと、うん、だから戦争の規則を決めて、うん 一般人が絶対に殺されないようにするっていうのが。現在の状態、だから戦争反対の人はね。うん、一般人が殺されることが嫌だっつってんのか。はい、それとも兵、兵兵隊同士が死ぬのが嫌だっつってんのか。うん、あの戦争は悲惨ですっていう人がいるんだけど。はい、戦争は普通は今までは悲惨ではないっていう考えなんですよ。なんでかって言ったら、兵士同士だから。で、兵士は基本は志願なんです。だから、徴兵がいけないなら、徴兵がいけないと。 こういうことを言えばあの要するに実行があるんですね悲惨な戦争を防ぐには徴兵制度はいけないとか一般人を殺しちゃいけないっていうのはこれはあの徴兵はいけないってなってませんが一般人を殺しちゃ虐殺になって戦争犯罪になって死刑になるってことは一応決まってるわけですから、はい、そっちをやっぱり主張するってことが重要じゃないかと思いますね。続いてはこちらの話題になります、はい フランス大統領中国を訪問ということの内容ですフランスのマクロン大統領が5日から中国を訪れました会談で習近平主席は、えー、アメリカが主導する対中圧力に EU が追従しないよう求めましたマクロン大統領はヨーロッパ人としての関心事はヨーロッパの統一だ中国も自分たちの統一を重視しており彼らの見地からすると台湾もその一部だ 中国の考え方を理解することは重要だと述べ米中問題に関してはヨーロッパの利益を優先して単にアメリカに追従するべきではないとの考えを示しましたマクロン大統領は13日に訪問したオランダでもルッテ首相との共同会見の際に同盟国は属国ではないと語りましたという内容です。ね、次もなんかそれ関係だったかな 続いてはハ、ね、ンガリーの首相ですね、ええ、続いていきますかす、ねええ、まはい、えー。マクロン大統領支持を表明概要ですハンガリーのオルバン首相は14日アメリカの同盟国はアメリカの属国ではないと発言したフランスのマクロン大統領を支持する考えを示しましたオルバン首相はラジオを通じた演説でフランス大統領が探しているのは潜在的なパートナーであって敵ではないこれはハンガリーの立場に近い 我々は他者の利害を考慮するのではなく、自らの利益を優先しなければならない。アメリカの外交政策の利益がヨーロッパのそれと一致するのかどうかよく考える必要があると強調しました、はい、次はどうでしょうか。続いてはい、あ、これね。ねえーっとね、もうあのこの本当の話が始まってからもう50分過ぎましてね。 僕はいつもあの本当の話この収録が帰るとね、はい、放送の時にねそれをこう寝ながら疲れてるんでね、はい、寝てねそれでこう聞くんですよ。だい,たい40分ぐらいで寝てます <laughs> 自分の声に <laughs> 癒される感じなんですかいや癒されないですよなんか眠たくなってダメなこと言ってんなって,って <laughs> <laughs> そしてまた起きてああそうかなどこまで覚えてるかなとって,ってそれで自分の発言のや,やり方とかね、はい でから理解,で理解するようにちゃんと言ったかとか資料は足りなかったかとか、はい、まあ自分でチェックしてるんですがちょうど今頃皆さんが寝てる頃 <laughs> <laughs> だからあんまりねいい <laughs> あのね、えー、と今日の大きなことは一番目が要するに、えー、アメリカの崩壊、はいね、で日本の衰退、はい、で日本の衰退はアメリカの崩壊とともに起こる。 それがそのアラブの仲介ができないとか、うん、それからよくウクライナ情勢を知らないので、うん、検討外れなことやっちゃうとか、うん、そういうことになってるんですが、はい、それれのダメ押しがこれなんですよ、うん、今ね私たちはまたそ非常に日本の報道っていうのは偏ってて、はい、もう日本の報道ってもういらないんですよね政府が言ったことをただそのまま言ってるから、うん、全然いらないんですが。はい まあ一応報道があるから、ついつい見てたでしょ。だけど。昨日か、遅いかな、なんか文化、なんとか、情報研究所かなんかが早稲田大学の先生がなんか、それを伝えてましたけど。N. H. K. を見てる人が。は、一週間に、日本人平均では、五分って書いてある。あまあ、はい、そうでしたね。書いてあったんですよね。はい。一、はい、日に五分かと思ったら、一週間に五分。一週間です。はい。で、その早稲田大学の先生が言うには。 1週間に5分しかみんんなななが見ない放送をなんで国民全部から受信料を取れるのかと、はい、そりゃそうですよね東京放送って言っていいのかみたいなうそう。書かれていましたけどだけどちょっと1週間に5分って本当かなと思って、はい、僕もまだちょっと公式に使ってないんですけど、はい、あれはあのプレゼントオンラインですからねちゃんとした記事ではあるんですよね。はい、NHK の方はちょっとね NHK の方の調査結果を出してくんないですかね。 あの別に、ね、NHK の人もね「乞食」じゃありませんからね乞食って今使っていいのかな別にすあの他人の金を不当にかすめるっていうのがいけないですからね、はい、だから NHK は堂々ともし1週間に5分だったら1週間に5分それでも5分でも貴重なデータですからそれは皆さんから受信料取っていいですよっていうかねうそれとも1週間に5分で2,000円ぐらい取るんですよ今。 あ月でだからそれがかすめとってないということは NHK 自ら言うべきです僕はそう思ってんです。<laughs> 言論だから報道の力を持ってる人が自分の都合の悪いとこは隠そうなんてそんなケチな考えで報道できますかと言う、まあ、違う、まあ、言いたいのはねもう一つの重要なことこれもすごい日本人に重要なんです。 このグラフはね世界の GDP がどの国が大きいかってこれがね G7 なんですよ要するに西側ですよ日本も入ってますけどアメリカこれがね BRICS って言ってブラジルロシアロシアねそれからインドチャイナサウスアフリカということでこの BRICS って言ってるわけですね。 これの GDP とほとんんど同じなんですそれからこれが G7 以外の対ロ制裁国ですからまあ西側ですね、はい、でこっちはブリックス拡大の会議に参加している国、はい、でここはブリックスの拡大会議に参加している以外の非西側諸国だから完全に中立ですねこうやって見ますとね先進国直接先進国と直接ブリックスはほぼ同じ。でその周辺を見ても 西側諸国とあのブリックス系のあのね新興国とはほとんど同じ力こ,、はいはい、これね大きくね僕日本人の人とほとんどがね錯覚してると思いますあの西側がほとんどで,、はい、でちょっとだから我々はアメリカについてなきゃいけないと思いますけど、はい、そのイランイライランとサウジアラビアのちゅちゅ系を中国がしたということを考えますとね我々は日本というと 土地にいてねどっち側を見るかとで僕はねアメリカはね、えー、例えば中国が台湾を攻める時にここで言ったかもしれませんが、はい、アメリカが台湾を攻める時に日本に日本が台湾に援軍とか自衛隊を送るんだったらば、うん、中国は敵国と見なしてミサイル撃つぞと、はい、言ったらねアメリカ軍は全部引くと思うんですアメリカにね。っていうのはあの。 中国のミサイルが核ミサイルが日本に撃たれたらその余波を受けて日本にいるアメリカ軍が死にますから、うん、そしたらどうしてもアメリカは報復せざるを得なくて、はい、あの潜水艦から中国に核ミサイルを撃つ、うん、そうすると中国も核ミサイルから核ミサイルをアメリカに撃つということになりますのでね、うんはい、それほどのリスクは取りたくないと思うんですね、うん、ですからアメリカはこれはもう核戦争で自分たちが中国の核ミサイルを撃たれると困ると思いますからね。はい 聞くと思いますねでそうなるとね我々は本当に,アメ,リカにアメリカ軍が日本にいるということで国を守れているのかということとかねそれから中国を我々は敵視してますけど、はい、中国は確かに「言葉遣いは汚い汚んですよね、うん、お前ら何だ!」とか言うから喧嘩腰になっちゃうんだけどアメリカは言葉遣い優しいけども裏では悪いことしてるってう、うん、こういうねだから日本人は言葉遣いが良くて裏で悪いことしてるのと。 最初から言葉遣い悪いのとどっちがいいかっていう問題になるわけですよそれを考えるにはこのグラフをじっと見てね皆さんがどっちにこれから考えるかをね考えられたらいいんじゃないで,かで、ね、次お願いします、はい、あ、それでなんでこんなになっちゃったか今ねツバゼリアになっちゃったんですよ、はい、お前アメリカ側につくの中国側につくのってツバゼリアになっちゃった、うんはい、それをやったおバカさんがねうん、うん、バイデン なんですすよよ大統領あれれポンコツなんですよねそれでねねそかって言ったらねそういう情勢なのに、うん、現在がこれがあの国際決済通貨のシェアですねこれドルとユーロがほとんど40%ずつ僕ねこれユーロ違うと思うんだけどねまあだけどこれが公的になってるから責任化なんかのデータだからしょうがないから使ってるんだけどドルが70%でユーロが20%ぐらいだと思うんですけどねあとはポンドとかこういうのちょこちょこっとあると。 で世界のこの国際通貨つまり貿易国際決済って貿易ですね、はい、貿易に使う金は今スイフトっいう団体が統合してやってるんですよ、はい、これはもう全部ドル決済だからドルを持ってないと送金とか決済ができないから、はい、だからもうみんながドル持ってでそうするとドルが基軸通貨ってことになって、はい、アメリカは今ものすごい赤字なんですよ。はい、アメリカ人ってね今どういう生活してるかって言ったらね自分でこう印刷するんですよ。 うん、いくらいくら印刷してもいいんです地基軸通貨って、うん、とても皆さん考えられないでけど、うん、僕なんかも基軸通貨持ったら楽でね働く必要ないんですよ印刷してねバッとくぼっていくら配ってもそれが基軸だから決済に使われるから、うん、自分は何にも働かずにお金無それから例えばそうじゃなくてもね日本からねトヨタの車買う時ねアメリカはどうしてるかって今ドルを印刷してるだけなんですよ。 何もしないんですよ。うんうん、それでト,トヨタから百万台買ったら百万台分のドルを入って渡すんですよ。ね、あの日本に。うん、そして日本のトヨタはドルでもらっちゃってね、うん、どうにもならないからどうしようかってことになって今そういう状態なんですね。はい、だからもう本当にひどい状態なんですよ。ああ、うんうん、だからね、それわかんなきゃないです。しかも日本の場合もっとひどくて皆さん知らなきゃいけませんが、アメリカが今度 ドルをするだけじゃなくて、もっと借金したいでもっと借金してで世界にあるドルを世界にドルがあってもその人たちトヨタ自動車がトヨタ自動車がドルをアメリカに投資してくれないとドル返ってこないでしょ、はい、アメリカに建物でも去ってくれればトヨタがアメリカに建物を去ってくれればあのドルを出して建物を建ててくれ,ればいいでしょ建物利用するのはアメリカ人だから、うん、道路ででももいいし、うん、でもいいしし とところが日本にドルがあると困っちゃうわけですよそれでそのドルをちょっともらわないといけないから今度はアメリカ国債を出して今度は紙切れだから紙切れを出してその日本にあるドルをアメリカに持ってきてそれまた浪費するとこれのために日本は1兆ドルと言われるねアメリカ国債を持ってる世界一です日本が <laughs> だから日本人ってねアフっていうかポンコツっていうかね自分が一生懸命働いてだから日本は 4人家族平均万なんですよ本当1,200万ななんんでですよなんで 1, 万が460万しかもらえないかっつうと我々は円でもららってるからで外資が来て日本の働いた分半分ぐらい持っていくし国債を買って日本がただ働きしてアメリカに自動車を売って自動車ドルを買ってあドルをもらってドルは日本で使えないからしょうがないから持っているとアメリカが国債出してあだから国債をただ持っているだけ。 国際持ってると、それで、われはどうかったら。あ、ポンコツの自動車とか、あの狭い、ね。あれとか、ここのスタジオみたいに貧乏人がいっぱいいて、納豆、うん、とか食えないとか、納豆も食えないとか。<laughs> そういう生活をしてるの。これね、なんでこういう生活してるかっ,て言ったらね。日本に反日がいるから。日本人の反日がいるから。日本人を。あのね。豊かにするよりか、自分が。 外国にただで行ってワインを飲みたいっていう連中がいるわけですよねえ、それでこれを油断してバイデンさんがロシアに貿易のドルを使わせないように制裁したね、これがきっかけなんですよだってもう GDP は競ってんだからこんなことやったら当然相手はいいよじゃあ人民元でいくよとそれがね、うん さっきの,あのフランスのマクロンさんとかハンガリーとかオランダとかいうのがねヨーロッパでありながらいやそんな勝手なことやんだったら俺たち同盟国だけど属国じゃないよとか言い出したけどこのもう一つの理由はえとああのパイプライン出てくるかなあのもう一つの事件があったんですよ。これねあの ヨーロッパとロシアというのはもうこのノルドストリームっていうこのガスパイプラインですけどこれ以外にものすごく多数のガスパイプラインを持ってるんですね。うんはい、ところがねこれアメリカがやったと考えられるんですけど、うん、ウクライナとロシアが戦争を開始して直後、はい、これが爆破されちゃったんですよ。ええ、うんね。それでもうドイツは大きなあの、ね、打撃を受けたわけですよ。はい、それをこのね バイデンとショルツっていう、はい、あのドイツの首相が会談して、うん、まあ手を打ったんだけど、うん、この2つね、えー、ロシアに対する制裁でドルを使わせないようにしたってことと、うん、それからノルドストリームを爆破したってことで「アメリカ何やってんの? <laughs> ね」とねっんか欧州とか考えてないじゃないの、うん、っていうのがマクロンさんの中国での発言でありね。はい このマクロン大統領の中国の発言については日本のマスコミなんか一斉に「何だ中国に味方して台湾攻めるのなんか自由だ」みたいなこと言ってるけどつけて、そこにはねこの2つの裏があるんですそのスイフトの問題とそれからノルドストリームの爆破の問題があってなんかアメリカなんかあのそれがねあのヨーロッパの同盟アメリカの同盟国は属国じゃありませんよって言ってまりそんなことまでやると 我々はもうアメリカから引きますよって,ってるそこで皆さん問題なのはねあの皆さんのちょっとよ、貯金とか財産が心配なんですよ僕あのね、えー、っとドルが崩れると日本はいっぺんに崩れるんですよだってアメリカの国債なんか何の役に立たないです紙切れ持ってるわけですよ一兆ドルもねだからもう日本のあれがつ 財務機関が崩れちゃうんですよそんなねあ,のあれですよえー、っとあの政府の赤字が1,500兆円とか言ってますけど1,500兆円と1兆ドルっつったら3桁違いますから,、はい、からなくなっちゃうんですよ日本,日本の富が全部だからそうするともう我々が持ってる円が全部クズになっちゃいますからでだから皆さんよく分かっておられますかと。 このことは国民が考えるべきことであってそのためにマスコミがあるんですけど全然マスコミから流れてこないから、ね、あの僕なんかもすごく自分のことでも心配してるんです、うん、自分の爽さんこれ困っちゃったなと孫、うんね、まで行けばいいと思ってるのに孫どころかもう僕らの人生でももうなくなっちゃうかもしれないなと思ってるわけですね。うんうん まああの貯金ゼロの人が一番いいんですけどね、本当は。あ、<laughs> だからね、あのこのスタジオ喜んでますね、みんな。<laughs> 自分には関係ない。関係ない <laughs> はい、次お願いします。はい。では続いてはこちらになりますね。はい、えー。インド北東部でも与党躍進という内容になります。 インドでは2023年2月に北東部の3州で議会選挙が行われ連邦与党であるインド人民党が予想上回る好成績を収めましたインド人民党は2022年に行われた州議会選挙でも最大州ウッタルプラディシュ 州州をはじめとする主要州で勝利しています2024年に連邦下院選挙が予定されていますがインド人民党が勝利しモディ首相が続投して3期目に入る見通しはさらに強まっていますということです皆さんこのインドの難しい州の名前をね桃子ちゃんがチャラチャラって言いましたけどそそそそううううさんはね、はい アナウンサーの学校出てないんですよ。子供を産んでから、独学でやって。今や、もう、高卒とか、あっちこっち出てるもんね。だから、皆さん、主婦の皆さん。ね、あの、桃子さんの洗礼を習って。桃子さんになんか、講義をしていただいてね。いや、二十万円ぐらいでやってくれると思うんですよ。すごいですね。いや、それはそのぐらい払いますよ。主婦のお財布的には、二千円ぐらいな感じ。いやいや、それで、あの、滑舌のね。言い方とか。はい。 それからドッキョウの座った人、<laughs> <laughs> 必要なのは根性とやる気みたいな。えーっとあのえーっとこれからねいろいろそういうあ, <laughs> あだけどな自動音声ができたらとそうなんですが。うん とても優秀な自動音声で。でまあ、滑らかにね、聞こえるようなものとか、だいぶ出てきてる、ね。あの、昔はこう、人工音声ってわかったもんだけど、最近も人工音声かどうか、わかんないやつも出てきましたも、ね、んね。そうなんですよね。まあ、まあ、それは別にして。はい、これはね、こういうニュースを、あの、今日のね、僕は、こう、本当の話、こういうニュース聞いた時に。これが日本のために、いい方か、悪い方か、パッとわかんだけどね。そう,ねそうすると、外伝も面白い。うんうん、ちょっと次の図あったかな。はい、あ、そうそう。はい 今与党が勝ったでしょ東でね、はい、あれはね何がいいかっつったらねえー、と世界人口の推移は、えー、今まで中国が増えてたけど赤いね、はい、これが減ってきて今、うん、もうこうですけどもう中国は人口減少に入ってインドが人口増加してるわけですね、はい、だからインドの人口増加が世界を引っ張る状態がこれから30年ぐらい続くんですよ。その時に インドの問題はどこにあるかって一つしかないんだこれはもう簡単ですからね人口の増加率をね、はい、経済成長率が下回るとこんな風になっちゃうんですんで上回るとこうなるんですね、うん、でね当たり前なんですけどこういうおインドみたいな大きな国で人口が増加してるとこは人口増加率が5%としますね、はい すると5%以上 GDP が伸びれば6%が伸びれば、そしたら1%余りありますから、どういうことになるかというと、国民は給料が上がって失業もなくなるってことです。これが逆になって、人口増加率が5%なのに経済成長が4%だと必要は増えて給料が減るんです。で、こういう発展途上国っていうのは。 今まで藁ぶき屋に住んでる。牛とも一緒に住んでただけど、だんだんのだんだん近代化するわけですから、給料上がっていかなきゃないんですよ。給料が上がっていって、しかも人口増加分を補うと子供も産めるし、生活も良くなるっていうことになるわけですね。ですからね。今ねだいたい微妙なのがね。だいたいインドの人口増加率が6%ぐらいなんですよ。それでね。今ね。 経済成長率が一番最近で僕の情報では6.7ぐらいなんですね。うそうするとこういうふうになるんです、はい、だからいいんです日本インドが発展するってことは日本はものすごくいいんです、うん、あの中国はややこしい問題がいっぱいあるんですけどインドはちょっと離れてますからねだから経済で運ぶのも簡単だしいろんな点であの世界も安定するし、はい、それインドは絶対に日本に攻撃してくはいけませんからねうそういう点でも安心なんですね、はい、で。<laughs> インドが発展するということは我々の将来は非常に明るくなるんです。はい、なんでかっ,てっただインドはねもう15億人20億人となりますから、はい、だからその点では非常に大きな国になるので、うん、日本としてもインドと神話あの取得ということは非常にいろんな経済面でも文化面でもみんな良くなるんですね。はい、ですからインドがあのの人口増加率と経済発展率の比率ね、うん、それでそれができできるようになったのはモディ首相、はい、現在の与党なんです。はい ということはさっきのあのあれですねあのちょっと戻ってくださいね一つ東北東部でも与党躍進と、はい、締めたって感じなんですよね日本人としてはこれを見て、はい、おー締めた北東部北東部でせ政府が勝ったかというとねこれはいいんです、うんうん、ところがこれで政府今のモディ首相の それはすごく僕安倍さん勝ってるもう一つの理由なんですけど安倍さんはモディ首相とすぐ親しくなりまして、うん、だからあれはもうあの安倍さんがね首相で変な桜だとか盛りけとか言ってるけどそういうことを首相にやらせるんじゃなくてね首相はあの対局を見てねよしこ,こ,からこれは俺インドに行ってねモディ首相と握手してこようと。 これが首相の仕事ですから視野を広く持っていただけると嬉しいんです今の首相みたいに,、ね、に今年は雪が多いから外出を避けはそんなバカなこと言っててね <laughs> 首相の役割を果たせるかと、ねまあ、いうことでは続いての話題は子ども家庭庁発足財源に社会保険料引き上げかということで概要です。 子ども政策の指令と子ども家庭庁が1日発足しました異次元の少子化対策を掲げる岸田首相のもと、少子化対策や子育て支援いじめなど複数省庁にまたがっていた子どもを取り巻く課題に一元的に取り組みますまた政府は今後3年間での集中的な施策とともに財源確保について公的医療保険の月額保険料の上乗せ案など社会保険料引き上げを検討していますということです次の 日本の、ね、人口っていうのはどうだったかっていうとですね、はい、まあ千年なんていうとねうん、うん、紫式部の時代は800万人とか和やかな時代でねだから大体江戸時代っていうのは1600年これ辺でね大体農業が良くなってきてるんですねちょっと寒冷化があってねこの辺は、はい、リトルアイスエイジですからうん、うん、<laughs> 表記があって。 基金なんかあったんですけどそれでも伸びてね、はい、大体たい3000万人でまあ江戸時代落ち着いたわけですね、はい、3000万人というのは割合と日本の面積としてはいいんです、うん、なんでいいかというとですね日本の日本列島の大きさから言うとですね3000万人ぐらいだと大体た動植物も一緒に住めるんです、うん、あの時ぐらいになるとダメなんですよはい、はい、カラスとかそれからハトあのぐらいはね十分に住めるそれから ツキノワグマヒグマちょっとあれだけどツキノワグマとかキツネタヌキ、はい、あそこらんがね、うん、3,000万人だと大体住める、うん、大体動物ないは島の大きさとそこに住む人間の数で住める動物が決まりますからね我々、はい、とまあ動植物とだから自然が大切っていう人は3,000万人がいいんですよ。ね、うん、3,000万人ってはどういう筋かっていうとイギリスとかフランスとかドイツの価値 途中面積、つまり住めるところですね、はい、川の面積とか、その。九州の山とか除いた、はい、人間がまあまあ開発すれば、住めるというところの面積あたりですと。大体日本は三千万人なんです。ですから、ヨーロッパに行きますと、木々があったりね、はい、森があったりするのは、なぜかというと。はい、あれは日本が三千万人ぐらいで住むと、ああいうところに住めるってことになります、ね。ーそれがあのぐうと伸びてきますね、産業っても。はい、それで、ポイントはですね、この七千万人のところ、これなんですね。 ここら辺が、もう一つのポイントなんです。これはね。この前の戦争が起きた時です、はいで。戦争が起きた時っていうのは。まだ戦争前ですよ。戦争が起きた時だから。からこのくらいはね、日本人は一応いいんですね。だから一応のね、日本人の面積は七千、あの人口は七千万人ぐらいと。まず第一目標、は僕はこうだと思います。それで。まあ、もう少し環境がもっといいっつったら、三千万人まで下げるという、ここの間がね。 議論の余地だと思いますねこれはねちょっと特殊なんですよあのね世界でもね戦争があるとねだっと人が死んででしょ、はい、日本だったら310万人死にますね310万人という数は7,000万人から見たら5%で確かにないんだけど人に与えるショックが違うんですよねやっぱり家族が亡くなった親戚が亡くなったね子供が死んだこういうのがあるのでどうしても民族はね子供を増やさないといけないって圧力がかかるんですよ。 それでででどのの民族でも戦争の後はワッと増えるんですね、はい、まあ兵士が復員するってこともあるんだけど一応そういう,そうあ人口が減っちゃったから大変だって本当はそんなことないんですよこ。ここでただ停滞しただけなんですけどやっぱ人間の心理ってのはそういうもんなんでそれで1億2千万までいっちゃったわけです。で今の1億2千万という人口は日本がもうみんなにこうワーッてやられて310万,万人も死んじゃった反動なんですよこれ。 だから何も少子化とか何の関係もないんですよ。だから、この子供帳を作るなっつはね。それから、なんか、あの社会保険料上げるととんでもないことなんですよ。でね、あの、これはね、大子さんね。少子化、少子化って、もう少し言ってるでしょ言ってます。日本はどのくらいの人口がいいかって、誰も言ってないんですよ。ね。それ、それ言うと、バレるから。自分たちが何を狙ってるか、別に人口の減ったっていいんだけど。ただ、お金が入るかどうかだけだから。社会保険の金増やせば、それだけまた。 官僚の数さえ増えなきゃ、給料上がるわけですから、それだけやってるんですよ。はい、子供帳を作ったらなんかしてね。はい、嘘のなんか子供給食食べられない。子供が7人1人全然嘘なんだけど、ああいうことわあわあわあやるわけですね。ということです。はい、7000万人、皆さん7000万人ですよ。はい。では、続いての話題に移ります。 はいえー、マイナンバーカードで他人の住民票発行される<ー>ということがありました横浜市内のコンビニエンスストアのマイナンバーカードを使う証明書交付サービスで他の人の住民票が発行される事案が複数件起き市は一時、このサービスを停止しました。はい、市によりますとこの時期は 転入や転出が多くマイナンバーカードが急速に普及したことで利用者が大幅に増えたためシステムに負荷がかかって不具合が起きたということですこの件について、えー、河野デジタル担当大臣はこの問題は横浜市の証明書発行サービスのアプリケーションの問題でありマイナンバーカードそのものや情報連携の仕組みの問題ではないとコメントしましたああということですまあ役人や河野太郎さんつな。 もう言い訳人生だからやめた方がいいねだってマイナンバーカード独自の問題じゃないってこと何言ってんの、うん、なマイナン,バナンバーカードのカードが燃えたことではありませんってってんのだってマイナンバーカードってのはただカードなんだけど、はい、問題はこれがマイナンバーカードの本質ですよそうですよね情報連携の仕組みがこれもいけないっていう,そ,う,そ,う,そ,うそれからマイナンバーカードの発行数が急に増えたから間違えました <laughs> そんなここと起こるだって <laughs> 転入や転出が多くっていうあのなんかこうなんかあの学校の先生が子供に反省文書いてきなさいってこれを言ったら、はい、もう一回書いてこいって突き返されるようなじゃないですか <laughs> もうびっくりするような言い訳だなぁと思ったんですけどもね。この前どっかの岡山県かなんかがマイナンバーカードを取得しないとその孫の。 孫のマイナンバーカード、その親とおじいちゃん、おばあちゃんが家族全員。マイナンバーカード入らなかったら、孫を餓死させるってあったじゃないですか。<laughs> 給食をね、あげないあ、無償化の方の枠には入れないっていうね。もうマイナンバーカードってものすごい面白いですね、これ。マイナンバーカードの子供、幼稚園の子供を餓死させるとか。それから、もうあらゆるところで間違った。 やつとかもうそのうち間違った金出すとかねなんかこの政府が必死に進めようとするものっていうのは全般的にその傾向があるんじゃないかと最近こう感じている国に増えてきてるんじゃないかなと思いますけれどもど僕はね,ねマイナンバーカードが正しく施行されるだろうと思って、えー、一番最初にマイナンバーカードに入った、はい、その時にねもう対応がものすすごく変だったんですうんもう写真出しても出してもね笑ってるって いやそれ僕なんか笑笑やや笑ってる写真じゃないですか普通笑って面のにこう難しい顔してない <laughs> 突き返されてきてさ、はい、なんでこれが笑ってるんですかって何度か3回目かなんかにそういうあれをつけたら今の全然僕のカード見ても笑ってないですよ普通の顔だからもう一つはあの僕講演するでしょ、はい、そのマイナンバーカーカドを どっかに送るんですよコピーと、はい、それを簡易書き留めて日本郵便で送んなきゃいけないそしてこれはここで言いましたけどある時、はい、それが日本の一流の NTT データシステムとか、はい、そういうとこだ、はい、でそのコピーとかね送ると、うん、ちょっとこれを送ったらどうなるんでしょうかっつったら「いや我々がそれを見て転記してすぐその送っていただいたものはシルエッターにかけます」ねうんうん、だけども NTT データサービスもそうでしたからそれ名前言ってもいいけどほかにもありましたけどね、はい、あなた方があなた方はこ,うこ,うこうできても何でも罰もなくて処罰もなくて僕のデータを転用するとなんかひどいことなんですかいや我々は信用してください、うん、我々はちゃんとした何とかかんとかかんとかですと言うからね <laughs> あそれあのオレオレ詐欺俺詐欺と全く同じですね <laughs> 俺詐欺の人ってね。 信用しててくださいって言うんですよ「はい、私は怪しい人間です」とか「あなたの金を取りたいと思ってます」って言わないんですよ <laughs> そ,です、ね、そことどういうふうに違うんですかって黙っちゃってねそれ上司の人が出てきたんですよね窓、はい、口の女の子ダメだから上司の人が出てきて黙っちゃってね「それじゃいいです」ってね要求しなかったんです。 このマイナンバーカードのこういった問題もそうですけど今、一番私が懸念しているのはですねあのデジタル保険証に関してもそうそうやっぱり同じことが起きるのではないかというちょっととこの予言というかそうかデジタル保険証とかマイナンバーカードで不祥事が起きたらそれに対する損害はもう、票があってこういうミスをしたら1億円 1>、うん、1000万円って、うん、こういうのを作ったらいいね。ね <coughs> <coughs> 作っったらいいですよそのさっき おばあちゃんおじいちゃんが入らなければ給食をあげないなんてやつはもう1億円とかね当然ですよ <laughs> ピンポイントできましたね <laughs> わそういや僕ねあのおじいちゃんおばあちゃんがね、うん、あのマイナンバーカード入らなかったら孫の、ね、給食止めるっていうね、うん、あれねもう頭が狂ってるしか覚えない全く <laughs> まあ目の前のノルマを果たすためにも必死だったっていうことなんですよねあれはねきっとのそんなんですいいんですけどもねきっと ううコオロギと一緒ですね。<laughs> よく行こう、コオロ,ロギ。はい。はい、では続いての話題にま。まあ、話題があるんですか。はい、話題も、これが最後の話題にります。になるほど、はい。町が大好きだと叫ぶ条例ということです。<ー>これ聞いたことありましたかね。<ー>これ埼玉県の川口市の話です。四<ー>月一日大きな声で。川口が大好きだと叫んでみませんかって川口プライド条例というのが。施行されました。え。議会通ったの。はい。えー、二千二十二年度。 市民意識調査で住み続けたいとの回答が85.3%に上る一方、誇れる魅力があるというのは35.3%にとどまったのが川口なんですけれども、この昨年12月の市議会で条例案が賛成多数で可決成立しましたこの条例ですね。でもこのもちろん条例というのはみんなに川口プライドを持つことを強く求めるものではなく。 大声で叫ばなくても罰せられることはありませんなお近年は都市に対する誇りとか愛着を意味するこのシビックプライドというものをなんか英語だから僕わかんないですけどシビックプライドって言われて市民としてプライドを持つと誇りを持つということですねこういったことを醸成するための施策や事業を行う自治体も出てきているようだということでここでこの視聴者の方から面白い質問が参りましたこれに対して 川口が好きだと叫ぶ条例のニュースを見てひらめいたのですが好きだと叫ぶことで愛情が増すのであれば家に帰った時になどに夫婦がお互いに好きだと叫ぶ決まりにすれば自己暗示みたいに愛情が湧いて離婚率も下がるのではないでしょうか先生はご自宅で奥様に好きだと叫んでいらっしゃいますかという質問というかお話です。あのねはい そういう実験があるんですよ。え、本当ですか。<laughs> これでね、はい、あの好きになるんです。あ、口に出して言ってると、はい、すごいですね。えっとね、夫婦のあで間で具合が悪くなったら、毎日愛してるとか好きだとか言いなさいというのがあるんです。うんはい、で効果もあるんです。<ー>うん、だけどそれそれは夫婦の間で個人の あれとしてやるのはいいけど、うんうん、条例はこれね <laughs> 憲法違反ですよ。<laughs> これ面白いですね。それからなんか町が街<も>になるとね。 夫婦間で好きだとかいうのはいいにしても、町を大好きだっていうのは異常だね。異常。<laughs> でも私その異常さよりもこの市議会で条例案が賛成多数でっていうところが一番驚いたんですけどもね。<laughs> 川口市っていうのは今度もう市議会議員の選挙があるのかどうかは知らないけど、はい、これ決めていや今選挙中だから何も言っちゃいけないんだ。はい、えっとねいくらなんでも。 ちょっとこうウォッチしたくなる見てねどういう人たちかのか川口市のこの賛成した議員の写真と下にこの間違いが大好きだと叫ぶ条例に賛成した人っていうのをこれ川口の広報なんかに載ってるんでしょうかね遡ってみたらね<ー>そういう市議会の様子なんていうのがねかまみれるかもしれませんけれどもね。とんでもない市ですねこれ。少しし面白い話題でした はいということでこれが最後の話題になりますなんか今日は暗い話題で締まりますね <laughs> す明るい話題で締めてくださいって <laughs> ちょっと面白い感じでは終わったかなと <laughs> <ー>ディレクター的にはちょっとこれは面白い話題だよっていう笑い飛ばすにはいいと <laughs> はい。なるほどね、はい、ということでこのやっぱりコウロギショットいいねはい。はい、マイナーバーカードじいさんが入らないと孫の給食止めるので、うんうん、ちょっと頭おかしくなってきましたね本当 <laughs> <laughs> ねえね大学の先生が頑張って国民の頭をまともに戻すってことでやらなきゃなあとはやっぱり親がです、ね、ああ子どもに対してどういった教育をしていくのかというのもやっぱり大事なところではないかなと思いますねこれはアメリカ避難しているところの騒ぎじゃありまませんねしてイランとサウジアラビアの仲裁を外務省ができるなんてそんな話じゃありませんね、うん、もうずっとずっと下の話だもんねこれ。 ということで以上が今日の今回の話題でございました。はい、はい。それでは次回の番組のご案内になります。5月5日の金曜日子どもの日になりますけれども、えーえー、午後の7時から同じく友達 TV よりお届けいたします。先生は今日は以上で大丈夫ですか。もう言いたいことなどはございませんでしょう。なんかそう言われるとことは何かこれを掲げろとか。 気がきましたかぜひねこれ漢字6個がついてる「高齢者愛国文」今インバウンドで外国の方なんかもいらっしゃいますのでもしかして気がいたらねこれはね何をしようかと思ってるかっていうとね僕は50歳以上の男性になんとか生きてるね会をね作りたいと思ってるわけです。学問的には50歳以上の男性には生きてる価値がないって言うけどそんなこと言うんだったら俺作ってみると言っていろいろやれてるわけですね。その一つに 別にね、うん、5兆円の防衛費を7兆円にしなくていいと、はい、僕らロートルが島根と鳥取の海岸線に自分の金を出して <laughs>、はい、一坪の土地を買いそれに自分で行ってコンクリートをかけて統治化にしちょっとに窓を作りそこであ中国軍を待つとそれで中国軍が明日上陸してくるっていう前の日に行って、うん、前の日が大切なの、うん、一生日持って行って。はい それでこの統治下の連中と昔を語るんですよ、<laughs> 俺は若い頃かとそうかと、ね、<laughs> それで語り明かして飲んで語り明かしていいよ,よ朝が来る中国軍が向こうからね上陸してくるから、はいはい、構えてねえて僕は人3人殺したら自分殺されていいって言ったらこの前、未来塾でね、はい、人口比から言うと、ねはい、10倍殺されるから <laughs> <laughs> 大変なことになったら <laughs> 10人殺されるから。 そしてたれうすると今度は高齢者愛国女性軍が来ましてね女性部隊が普段はそこのところ掃除してくれたりから僕らが構えてる時はご飯持ってきてくれたり最後死んでる死体を死体を埋める場所ていうのを僕ら買いますからちゃんと後ろにそれで墓標も立っておきますからそこのところに穴掘って入れてもらってお線香の一つぐらいあげてほしい。だから今度あの これれが全部売れたらね、はい、今、この赤字が積み重なってますから <laughs> 今無謀なことしないで、売れたら高齢者愛国女性軍を講演会なので皆さんで応援グッズのように振るっていうのはどうなんでしょうね。 だけどこれ実行しないといけないからね。愛国女性軍のまあハートの形にしてもらってね。真ん中を。そう可愛い感じでね。可愛い感じで。作ってもらいたいと思いますね。だけどこれは売り切れるまでは売り切れるまでまたやったらほらここ倒産しちゃうでしょ。だからそれできない。手売りでね先生街角で私たち。ああそかそか。いやいざって時はね。愛国に入りましょうつってね。 一ついかがですかはいそうですねはい、はい、ということですそれでは以上をもちまして武田邦一子の本当の話今日はここまでです本日もご視聴いただきまして本当にありがとうございましたありがとうございましたどうも失礼いたしました